斉藤前衛門から1925年7月25日は戦前宮義県の資産家、政治家、実業家。石野牧黒沢斉藤家9代目、名和雄生。前八村に東古町、斉藤株式会社社長、財団法人、斉藤法恩会理事長、仙台信託取締役社長。安政元年ルー7月28日、黒沢斉藤家の8代。 斉藤義継衛門の長男として、道の区国物群前八村黒沢に生まれた。陽名は洋之助。黒沢斉藤家は、東北産、大地主と称される、大地主の近代資産家であった。地元で、増田小五郎に四所五郷の苦闘を受け、慶応三年仙台に出て、おば、末の白畑義美全宅に住み、藩行予見道に通い、秋保大輔に、京子、 桜田圭介に剣道を学んだ。慶応4年5月2日父が白川口の戦いで戦死し、家督を継いだ。明治元年12月物運軍が仙台藩領から外れると、私分を保つため仙台に住み、全治郎と解消した。明治2年4月1日仙台藩最高のため決起、下見国体に屋敷を襲われ、家財を押収された。 明治3年10月火力を奉還して昨日し、11月祖父から前衛門を襲名し、横沢修司堀江福、今野直義を家庭教師に招いて、学問を学んだ。明治4年4月前八村長、5月二等古長となったが、事務はおじれんわれに一任した。1874年4月8日辞職すると、公認、遠藤優吾から、 地検の土地検査における不正を告発されたが、捜査で不正は認められなかった。1875年3月関西に出て、西日本各地を行商しながら、各地の酒造家に海外輸出を持ちかけ、長崎から大陸渡航を構想したが、8月母の病気により、帰郷した。1876年8月から1878年8月まで、家業の預金。 貸金請求等に係る訴訟事務を担当した。1878年11月後献人連、我が隠居し、全権を得た。1880年10月宮城県会議員に当選したが、辞退した。1881年4月から6月まで再び、関西を有力し、日本酒海外輸出会社の設立を呼びかけたが、賛同者を得られず帰郷した。 1890年、37歳だからが峰での、斉藤義嗣衛門と、坪井正五郎1882年出業、1889年酒造業を廃止、金国貸付業に専念した。1890年1月14日、川崎銀行顧問役、山口春作の不動産管理会社山口店を買収し、1115町部の巨大地主となった。 1890年2月前夜期村長に当選したが辞退した。6月第1回貴族院多額納税者議員選挙に立候補したが、金須松三郎に一票差で敗れた。1892年第2回衆議院議員総選挙に宮城県第5区から当選し、2月17日衆議院議員となって裏区組に属したが、事業と両立できず、 1893年10月14日、辞任した。資本蓄積が進むにつれ、地元の小農民への貸し付けから、隣接県の終戦人を通じた融資へと事業を拡大した。1893年終戦人会山大説を、介して、福島県足立郡田村郡の貸金業者、大内組、松本組、佐久間組に融資し、 1894年12月、利息地大社の低等地を売却したところ、1897年10月詐欺取材罪等で告訴され、福島監獄に収監されたが、1899年6月、宮城公訴院で逆転無罪となった。また、1895年6月頃、東田軍不動堂村の債務者、石塚達造の収益管理を代行し、 1900年帝統治を取得したところ、1902年1月詐欺取材罪で訴えられ、7月2日、古川未決官に納さむされたが、10月31日証拠不十分で予震免訴となった。1905年1月京都に出て東本願寺の財政を再建した。1909年12月、廃藩置県以来国有林に編入されていた。 北村箱清水崎山森林を国有土地森林源屋下げ戻し法に基づき取り戻し、東端山頂を海雲山と命名し、1910年3月6日、案を建築した。道路工事中石器時代の遺物が見つかったため、7月、坪井正五郎を招いて発掘調査を行い、宝が峰遺跡と名付けられた。斉藤善衛門と宮城県図書館、斉藤善衛門と 斉藤法恩会狩理事務所、明治40年代には、銀行の台頭により貸し金業が停滞したため、1909年12月、三井合名会社、安田銀行の事例を参考に、斉藤株式会社を設立し、都市化幣市場に進出した。明治40年代は、工業、電気事業に投資し、1913年神奈川県の開発地を取得した。 1914年カラフトでの漁業権等を取得し、斎藤会社漁業部、海藻部、帰船部として海馬島、ルモイでの北洋漁業等の経営を試みたが、1919年、ビロ漁業に売却した。大正末年には工業権の保有に転換し、石炭部、松原炭販売部で、茨城無煙炭鉱、松原炭鉱の経営も試みた。 1919年5月宮城県図書館博物、標本陳列室の標本購入基金1万円を寄付し、11月11日根獣報賞を受賞した。1921年、根塚一郎の武蔵高等学校創立に感銘を受け、6月8日木も入り、宮島誠二郎に相談し、10月300万円で財団法人、斉藤法恩会を創立し、 理事長となった。1923年、鹿のま村を中心に、おじゃく葬儀が起きると、1924年12月信託法、信託業法に基づき仙台信託株式会社を創立して、取締役社長となり、田畑を信託して対抗した。1923年1月31日午後も、書斎で家人と談話中 t u b e を発祥した。 1925年5月22日仙台で仕事を終えた際、風のため東二番町別邸に泊まったが、徐々に腎臓等を患い、7月25日午前2時40分、死去した。同日君三等随法賞を受賞し、東本願寺保守、大谷公園から交際院、釈清学の法名を贈られた。28日、北村箱泉寺で火葬され、 1926年7月2日、前夜地村流石寺三条に葬られた。長男陽次郎が家督を継いで十代、斉藤義嗣右衛門を襲名し、佐藤会社、斉藤法恩会、仙台新宅を引き継いだ。1921年、68歳新長は五尺五寸。藩校で剣道を学び、中年で、宇津井博道に休日を学んだ。呪言、祈祷。 先税、気合術、千里眼、投資術、催眠術に興味を持ったほか、宗教的救済を求めて仏教に帰依し、1915年6月新言衆から浄土新州大谷派に改修し、1916年、仙北道高校を組織した。愛読書は、新立校了、中村正直、自由のり、福沢諭吉、西洋事情、駅券実金、 1902年11月を5日に山荘を建設した際、駅県実金日並み進学帝と名付けた。晩年教訓家を作り、無一案同化集を編集した。斉藤市定英に演奏、斉藤域は、寺池城主、笠西春信に仕え、天正18年欧州市置後、全八地村に逃れた。その六世、孫馬大門の長男一郎左衛門が、中曽根斉藤や、 次男前苦労が黒沢斎藤家を創始した。1945年3月仙台新宅は三和新宅に営業場と戦後斎藤会社の土地は農地改革により買収され衰退したが屋敷の一部は斎藤指定園として現存する。ありがとうございます。